はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトのチュートリアルをやっていきます。で、今日書くのはね、このアップルロゴを書いていきます。この5色の透明のロゴなんですけど、これはですね、来週あのアップルのイベントが US で行われるんですよね。あの発表会ですね。で、それのロゴになります。で、アップルのサイト見たらですね、このアップルスペシャルイベントのページも出てるんで、ここからね、あのこの写真を見ながら書いていこうと思うんですけど、アップルのイベントは、9月の10日の10時ね、これは US 時間ですね。で、日本時間が9月の11日の朝の2時、夜中の2時ですね、から始まるっていう感じですね。で、まあね、あのここアッドカレンダーっていうところを押してもらったら、スケジュールの中にね、自分のスケジュールの中にこのアップルのイベント入ってくるので、ちょっととりあえず登録しておきますね。で、このアップルの5色のロゴなんですけど、多分ね、何か意味を持ってると思われるんですけど、とりあえず私このロゴを見た時にすごい綺麗だなと思って、プロクリエイトで描きたいって思ったんですよね。で、このなんか透明感というか、ちょっと透けてる感じあるじゃないですか。これをまあプロクリエイトでどうやって描いていくのかっていうのを今日はやっていきたいと思います。で、今日のチュートリアルはですね、ちょっとプロクリエイト中級者向けに作ってはいるんですけど、まあこういうのをね、書けるようになるとすごい楽しくなってくるので、ぜひね、このアップルのイベントまでに時間ある人はあの真似して書いてほしいなと思います。はい、じゃあ始めていきます。まずプロクリエイト開いて、右上のプラスボタンからスクリーンサイズでいつものように始めていきます。で、一番最初にやることなんですけど、さっきの5色のアップルロゴですね、をアップルのサイトからちょっとスクショでも何でもいいのでもらってきて、これを参照して書いていきたいと思うので、画面の中にどこでもいいので配置してください。で、私は今回ですね、ちょっと左端の方に置いておいて、後からね、色を取れるようにしておくんですけど、とりあえずこのレイヤーをロックしてもらって、上にですね、たくさんあの新しいレイヤーを追加してください。で、新しいレイヤーを選択した状態で、ブラシはですね、スタジオペンっていうのがあるので、このスタジオペンを取って、このアップルのアウトライン、アップルのロゴのアウトラインを取っていきます。で、まあ、このアウトラインはですね、そんなにきっちり取らなくてもいいので、とりあえず黒で塗りつぶす感じになります。で、この今描いてる時に、この5色の境界線のエリアをですね、ちょっと印つけておいてあげると、後から描きやすくなります。で、この状態で黒に塗りつぶしたこのアップルのロゴを中心に持ってきて、サイズを大きくしてあげます。で、まあ、自分の書きやすいサイズに調節してください。で、この状態でこの黒の塗りつぶしのレイヤーはですね、不透明度 10% ぐらいにして、ちょっと下書きっていうような感じで少し見えるぐらいにしてください。で、上に新しいレイヤーをいっぱい作って、ここにですね、この5色の色を塗っていく感じになるんですけど、まずですね、最初にベースの色っていうのをあの塗っていきます。なので、スポイトでここを最初緑取ってあげて、まあこのカラーのとこでちょっと調節してあげて、まず最初はですね、ベタでいいので色を塗っていきます。で、今回はですね、ちょっと分かりやすいように、写真アプリをですね、左側に立ち上げてあげて、スプリットビューでね、立ち上げてあげて、これを見ながらですね、描いていきたいと思います。で、ごめんなさい、ちょっと髪の毛がね、すごい入っちゃいましたね、今回。あの、寝起きで描いたもんで、すごい髪の毛がピンピンってなってますけど、申し訳ないです。ちょっとね、画面やっぱり角度つけて撮影した方が良さそうですね。すいません、ごめんなさい。で、緑のところ塗れたら、次ブルーを塗っていくんですけど、ブルーはですね、この緑のレイヤーの1個上に新しいレイヤー作ってあげて、そこに塗っていってください。で、ブルーのところ塗れたんで、レイヤーの順番変えます。緑の下にブルーが来るように順番を持っていってください。で、さらにまた一番上に新しいレイヤー作って、次黄色ね、黄色の色を塗っていきます。
で次赤いきますね。黄色のレイヤーは青の下に持ってくるようにして、で一番上にさっきと同じようにね新しいレイヤーを作って、ここに赤を塗っていきます。でこんな感じでですね、紫のやつも同じようにやっていくので、ここからちょっと飛ばしていきますね。でこんな感じで、ベースのカラーのところ完成ですね。最後ね、紫のレイヤーは一番下に来るように、持っていってあげてください。でこっからですね、ちょっとレイヤーの整理をしていきます。このベースカラーの各ベースカラーの上にですね、2個ずつ新しいレイヤーを付け加えていってください。で付け加えたら、この空っぽの2個追加したレイヤーをですね、全部タッチしてですね、マスクをクリップっていうのがあるので、全部マスクをクリップにしてください。でマスクをクリップできたら、このベースのカラーと上に乗っかってる2個のレイヤーをですね、束ねてグルーピング化してあげます。でそうすると、今グルーピング化されたレイヤーが5つある状態ですね。でこっからですね、この追加したレイヤーたちにですね、加工を加えていって、この透明感みたいなのを出していく形になります。でまず緑からやっていきますね。ベースカラーの1個上のレイヤーを選択して、この状態で色を白を取ります。で、ブラシはですね、ソフトブラシっていうすごい柔らかいブラシがあるんですけど、このソフトブラシを取って、サンプル見ながらですね、白くなってるところをですね、もうがっつり塗っていきます。で後からでもいくらでも修正できるんで、あんまりね細かいことは気にせずに、まあだいたいこの辺白いなっていうところをですね、ゴリゴリ塗っていく形になります。でさっきマスクをクリップっていうのを設定したと思うんですけど、このマスクをクリップ設定してると、このベースカラーの緑色のところからですね、はみ出さないように白を塗ることができます。でこんな感じでですね、緑のところざっくり白が塗れたので、次、ブルーのレイヤーの方に行って、ベースカラーの1個上のレイヤーを選択して、同じようにソフトブラシ白色でこの白くなってるところですね、塗っていきます。でこんな感じでですね、黄色とあとピンクと紫全部同じようにやっていきます。はい、でこんな感じでですね、白色のところ完成になります。白入れただけでもね、結構透明感というかね、透け感が出てるんじゃないかなと思うんですけど、こっからさらにちょっと色の濃くなってるところあるじゃないですか、ちょっと際のところとかね、それを描写していく形になります。でさっき塗った白色のレイヤーの1個上のレイヤーですね、これを選択して N っていうところを押すとですね、ここで、ブレンドモードっていうのが変えれます。でこの中から焼き込みリニアっていうやつを選択してください。でこの状態で緑色のですね、ちょっと濃い緑色を取ってあげて、この上からですね、ディテールを描いていくんですけど、この時に使うブラシはですね、カリグラフィーっていうボックスの中にあるブラシペンっていうのがあります。これを使っていきます。
で、ブラシペンはですね、こんな感じで、筆圧によって結構不透明度がフレキシブルに変えれるブラシなんですけど、このブラシペンでもいいですし、アミティインクブラシっていうブラシセット買ってくれた人はですね、その中にあるウォーターエフェクトっていうブラシを用意してるんで、それでやってもらってもどっちでも大丈夫です。で、ざっくりですね、こんな感じで濃いところ塗れたら、ぼかしツールっていうのがね、このツールバーの今ブルーに光ってるところ、指先のマークなんですけど、これぼかしツールです。で、これを使ってこう上からなぞっていってあげるんですね。そうするとちょっと綺麗なグラデーションがなってるの分かると思うんですけど、こんな感じでエッジのところをぼかしていってあげます。で、ぼかしてグラデーションが作れたら、またブラシペンに持ち替えてあげて、この細かい際のところですね、のラインとかを書いていってあげます。で、濃いところ塗れたらまたぼかしツールに持ち替えてあげて、エッジをぼかしてあげる。で、またブラシペンに持ち替えて際を塗っていってあげる。で、この作業を何回も何回も繰り返してあげると、すごいなんか精密になって、すごいリアルになってくるんですね。なので、ちょっとここはですね、根気よくぼかしとブラシペンを持ち替えて書いていってください。で、このぼかしツールですね、これもですね、タッチしてあげるとどのブラシでぼかすかっていうのも選択できるようになっているので、このぼかしツールに関してはソフトブラシ、常にソフトブラシでぼかしてあげるようにしてください。で、まあこんな感じでですね、ブラシペンとぼかしツールをですね、ひたすら使いこなしながらですね、交互に入れ替えながらどんどんこの濃いところをですね、描いていくので、ちょっとこっから早送りで回していきます。緑のところから紫のところまで一気に描いていくので、ちょっとね、このプロセスを見ていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、こんな感じで5色一気に塗っていきましたね。で、最後ちょっと仕上げなんですけど、こういう細かいエッジのところあるじゃないですか。それをですね、ズームしてあげて、ブラシペンの細いペン、ブラシのサイズをですね、小さくしてあげて、こういう細かいエッジのところをキュキュって細いラインで入れてあげるんですよ。で、そうするとすごい完成度が上がります。なので最後はね、ちょっと濃い緑色で細いブラシで、シャドウを入れて完成に持っていきたいと思います。
はい、ということでこんな感じで完成になるんですけど、もし最後ですねちょっと色味とかを調節したいときは、レイヤーを選択した状態で調整パネルのところに色相彩度明るさっていうところがあるので、そこでですねこうやってスライダーを動かしてあげると最後ねちょっと色の調節をすることができます。でまあこんな感じで完成にしたいと思います。結構いい感じにできましたね。で、最後ちょっとレイヤーのところだけ確認しておきます。グループがですね5つに分かれてて、各、色ごとにこんな感じでね5つのグループに分かれてる感じです。でグループの中開いてあげると、一番上がシャドウで真ん中が白色でベースカラーっていう感じに、この3つのレイヤーで構成されてます。でこの各グループ全部に3つのレイヤーが入ってるっていう感じですね。まあこのレイヤーの感じはねすごいシンプルなんですけど、まあ使い方は結構アイディア勝負かなと思いますね。なのでね皆さんレイヤーのね使い方いろいろ研究してプロクリエイトねマスターしてもらえればなと思います。はい、ということでですねこんな感じで今日は終わりにしたいと思うんですけど、アップルスペシャルイベントね来週すごい楽しみですね。アミティ先生もねちょっと来週動こうかなと思ってます皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。